カール・ハーグはドイツ生まれの画家である、ロンドンやローマで活動した。1850年代の終わりにエジプトのカイロに旅し、中東の風物を描いたオリエンタリズムの画家の一人である、エアランゲンで生まれた。16歳でニュルンベルクの美術学校に入学し、ラインデルに学んだ後、1844年から1846年はミュンヘン美術院で学んだ。 この頃には肖像画家として有名な人々の肖像画の注文を受けるようになっていた。その後ブリュッセルでも学んだ。1847年にはロンドンに移った。ロンドンでは水彩画の技術を学んだ。1847年から1848年の冬はローマに滞在し1848年の夏、ロンドンに戻りロイヤルアカデミー・オブ・アーツで学んだ。 修行のためチロルを訪れた時に、ザクセンコーブルクゴータクゲの公爵と知り合い、公爵からビクトリア女王に紹介され、女王から絵画の注文を得ることができた。イギリスの市民権を得て、1850年にイギリスの水彩画家の協会の巡回員となり、1853年に正会員に選ばれた。1852年から1857年の間は、 ローマのドイツ画家協会のメンバーとして活動し、1858年から1860年は中東に滞在した。カイロにイギリス人画家、フレデリック・グドールと共同でスタジオを開いた。これ以後、中東の風物を描くことになった。1867年にロンドン、ハームステッドに東洋風の装飾で飾られたスタジオを作った。1903年に引退し、 ドイツに戻り、オーバーベセルで暮らした。ありがとうございます。